こんにちは、佐々木です。この動画では私のコンサル生から、一人でねビジネスをやるコツとかね教えてくださいって言われましたので、ぜひね回答させていただきます。はい。ですね、まず一人でやるのって結構ですね、不安とかあると思うんですよ、正直。で、私もですね毎日あります。はい。で、これね、初心者の方結構多いと思うんですよ。はい。で、一番いいのはですね、やっぱりですね、チームに入った方がいいのと、まあ、一緒にやってる人でね、まあ、頻繁にコンタクト取ったりですよね、チャットワークとかで。何か不安のある時とかね。はい。で、私もですね、なんか不安がある時とか、例えば、まあ、税理士さんとかね、結構相談します。本当に。はい。で、私の税理士さん結構ビジネス知ってる人なもんで、まあ、実際本人はやってるか分かんないですけど、まあ、いろいろ経験豊富な人なんですよね。まあ、例えばアマゾンで勤めてる人が実際アマゾンでね、アマゾン転売やってるんですよ。まあ、なんかそれ OK みたいで、そういうの知ってますね。裏のこと結構知ってるんでびっくりしたんですけど、例えば友人とかね、まあ一人じゃないんで、まあ友人とかいるじゃないですか。一人、二人、三人ぐらいいると思うんで、まあそういった友人を誘ってやるのも一つの手ですよね。はい。で、入ってるチームの、と仲良くしてね、やるのも一つです。チャットワークとかね。まあ、連絡取ってね、やるのがいいと思うんですね。私も一つね、入ってて、で、やっぱり、ちょこちょこ連絡しますよね。で、相手やっぱり奥ですよ。奥稼いでる人なんですよ。中国人のね、実力派なんですけど、臆することなくね、どんどん質問します。はい。で、質問するときも、ある程度っていうか、かなり自分で考えて、この回答だったら大丈夫じゃないかとあるじゃないですか。で、その回答をね、自分で見つけて根拠とかを、まあ、説明してかなり文章を長く書いて送ることによって自分が実力つくじゃないですか。で、それがないとやっぱ相手もね、なんだこんな回答かって相手してくれないと思うんですよ。はい。ね、私は結構そういう風にやってるんで、もうすぐ今日も朝に送りました。はい。で、やっぱりね、なんていうかな、私も見てて思うのは、めんどくさい人ってやらないんですよ。せっかくね、どういった風にすれば売れるかって教えるんですけど、めんどくさくてやんないですよね。で、やる前に怖いって言うんですよ。はい。で、それ一番良くないですよね。はい。で、私も今日 Amazon からですね、不良品届いたんで、ダルテンの方に明日写真撮って送ろうと思ってるんですけど、やっぱりね、失敗とかありますよ。ビジネスって。どうしても。別にこっちは問題なくても、商品が壊れてるのあるんで、中国の商品はね。はい。なので、まあ、回答すると、まあ、答えね、言うとするとしましたら、とにかく自分でまず行動して、どのようにしたら利益出すこととかね、これぐらいの商品、例えば100個仕入れにどういうふうにしたらいいかとか、そういうことをやっぱ自分で考えていかないと実力つかないんで、とにかく作業をね、続けるしかないですよね。はい。だから私も数年やってきたんで、数年コツコツやってきたんで、まあ、基盤がね、かなりできてると思うんですけど、初心者の方はですね、やっぱりね、まず1年間一生懸命やるしかないですよ。すぐ結果出すっていうのはね、まあ、集客とかでね、うまくいけばいいんですけど、なかなかね、難しいですよ、正直。まあ、難しいと言っちゃいけないですけど、相当やらないと厳しいですよね。あと一つ、ビジネスって一つに絞らないとうまくいかないんで、まあ、そこの忍耐力も必要です。はい。なので、まあ、ぜひね、まあ、なんていうのかな、自分で、ね、まず、どうやったらね、どうやったら攻略するってことをね、身につけて行動していただければね、問題ないかと思いますので、ぜひね、試していただければいいかと思います。あと、自分でやることによって、無料でできるじゃないですか。無料でできるもんで、今はもう私もですね、まあ、ワークショップで今度受けるんですけど、まあ、たった1万円ですよ。1万円でも、臆することなくね、その奥稼いでるし、どんどん、何千万の稼いでるし、どんどん質問します。それが財産になりますよね。はい。なので、それが、まあ、次のステップに、ね、繋がっていくと思うんで、まあ、ぜひどんどんね、トライアンドエラーじゃないですけど、試してほしいですよね。で、それが、自分で投資したことに対して、損にはならないと思うんで、ぜひね、試していただければいいかと思います。はい、今回の動画は以上となります。さらにご視聴いただきまして、ありがとうございました。